聖母体館は、フィレンツェのウフィチ美術館にあるイタリアノルネサンス期の巨匠フィリッポリッピによる聖母体館の絵画である。サンタンブロージョ教会の検察官であるフランチェスコ・マリンギは、1441年に亡くなった後、教会の高い祭壇に新しい絵画を描くために資金を残した。1447年までの作業への支払いの請求書は保存されている。 フランチェスコが亡くなったので、画面の右の洗礼者、ヨハネの横に、奉納者の一人として描き込まれている司祭、ドメニコ・マリンギによって保管された。1430年代後半、修道士、フィリッポ・リッピは、サンタ・マリア・デル・カルミネ教会の修道院を去り、自身の芸術工房を開いた。しかし、助手や見習いに支払うのに、十分なお金がなかったため、二人の通常の協力者、 フラカルネバーレとフラリアマンテ、そして知られていない画家ピエロディ・ロレンツォと仕事をした。しかし、聖母体感のために、リッピは都近の額縁を担当していた合計6人の外部画家を呼び寄せなければならなかった。もともとこの作品には、裾絵があったが、現在は、ベルリン美術館にある聖アンブロジウスの軌跡の小さなパネルを除いて、失われた。 この作品は制作後すぐに賞賛され、多くの画家によって複製された。絵画は盗まれた1810年までサンタンブロージョに残っていた。その後、アカデミア美術館に売却され、そこからウフィチ美術館に移された。作品はアーチによって3つの部分に分割された単一のパネルで構成されている。中央のアーチの側面には受体告知の天使と 聖母マリアを描いた二つのトンドがある。中央場面には非公式な立場で描かれた聖書の人物、天使、聖人、修道士の群衆が描かれている。ほとんどはおそらく既存の人々の肖像画である。前景にいる修道士と天使たちは描かれた架空の世界とそれを見る鑑賞者の現実世界の橋渡しとなっている。実際、一人の修道士は 左側から場面に入ってくるところであり、一人の天使は場面を立ち去ろうとしている。そして二人とも額縁から上半身だけを見せている。通常通り、場面は天国に設定されているが、立派は時代遅れの金色の背景を避け、天国の七つの部分をほのめかす島模様の空に置き換えている。真ん中の支配的位置には、遠近法で描かれた壮大な大理石の玉座の中に、 キリストと体感されようとしているひざまずく聖母がいる。立ピの他の絵画で特徴となっている貝殻の形をした壁画が含まれている。4人の天使が金色のリボンを持っており、下の膝端には一連のひざまずく聖人がいる。左右にはロレンツ・モナコによる聖母体感など古い作品の他人数の聖火体に触発された聖人と 天使からなる二つの集団がいる。両側の集団のいる一段高くなった床は、頂点が、聖母の頭部である、投資図法的三角形を形成している。真ん中の人物の中には、息子、妻と一緒にいる聖、エウスタキウスと、マグダラのマリアを認めることができる。サンタンブロージョ修道院の聖火隊から離れた位置に、いる修道所によって下から見られた時に、これらの人物は、 画家が正しくは、このように見られると想像した方法により通常よりも短縮して描かれている。右横にひざまずくのは、作品の依頼者で、その前の巻紙には、イーステパーフェセットオーパスと書かれている。左側には、カルメル海の修道服を着たフィリッポリッピの自画像がある。側面に立っているのは、教会の二人の名誉ある聖人、聖、アンブロジウスと先霊者ヨハネであり、 その厳格な表現は、マサッチオの影響を明らかにしている。この絵画は、1855年に出版された、ロバート・ブラウニングの詩集、男と女中の詩、フィリッポ・リッピの344行から389行までで、詳しく記述されている。A.B. ウフィチ美術館、ミスズ書房、1994年刊行、41行。 参照 ISBN4 から6220270972021年9月6日、閲覧うィつ美術館、ミスズ書房、1994年刊行、40校、参照 ISBN4 から6220270972021年9月6日、閲覧。ありがとうございます。